はい、えー、とただいま、あの録画を開始いたしました。えー、本日はですね、えー、日本語教育とソーシャルメディアの第5回目、えー、学習者を守る方法についてあのご参加、えー、くださいまして、ありがとうございます。で特にですね、ツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとか、そのあたりを中心に、あのー、ディスカッションできればと思います。これ、あの、話す内容をちょっと考えていたらですね、なんか、えっ、ー、と、とても、あのー、 状況によってすごく全部網羅しようとす,すると無理なので、えー、っとなので、今日はですねあの、えー、ワールドカフェ上あの形式というのでやってみたいと思います。予定としては最初にですね僕がちょっと言いたいことを言わせていただきます。あの言いたいこと言ってか、まあ、本当に簡単なプレゼンみたいなものと、あと視点ですね。視点を5つだけ紹介しますね、はいで。その後でグループでディスカッションしていただいて。 えーであのー、後半、グループをシャッフルしますので、シャッフルされたグループで、その前のグループでどういう話があったかを、えー、皆さんが代表になって話していただければと思います。はい、で、えー、全体での共有と、えー、必要なら Q&A というのをさせていただきたいと思います。はい、えー、っとですね、うんはいえー、それではあの、じゃあですねあの、僕がまず申し上げたいことなんですけど、 えー、3つだけあります。はい、何が言いたいかというと,、えーっとですね、要するにリスクを全く取れないような人でも、えー、ソーシャルメディアを使うことは十分に可能です。だけど、リスクとリターンというのは結構ですね、あの何、ー、ていうんですか、あのー、相反するものなので、あの本当にゼロリスクにしようと思うと、あんまりリターンもなくて、教室でやっていることとあんまり変わらないような状況になります。せっっっかくソーシャルメディアを使っているんだったら、まあ ある程度リスクも取りつつ、リターンを狙っていくのがいいんじゃないかなというふうに僕は思っていますね。はい、でそうやってあのリスクをあの育てるあの、リスクテイキングができるように育てるということは、要するに、まあ、リテラシーを少しずつ育てていくということなんですけど、ネットリテラシーですね。でそれはですねあのやっぱり急にあの高いリスクにさらすことはできないので、少しずつリスクにさらしていくということですね。要するにその リスクにさらさないことが学習者を守ることではなくて、少しずつリスクにさらしていって、リテラシーを高めていくこと、これがあの、えー、学習者を基本的に守る方法だというふうに、えー、思っております。というかもう、それはもう本当に、なんていうんですかね、よっぽど変な業者を除いたら、大方の方がそういうふうに、えー、それはもう意見,意見があの一致しているところではないかと思います。ただし、その取れるリスクっていうのの人によって違うので、 えー、もうこれ以上取れませんっていう人がいたら、まあ、あのそれ以上無理事をすることはできないわけですね。はいえー、とではです、ね、そのリスクの取り方について、えー、あの5つですね、えー、視点をあのご紹介しておきたいと思いますで。この5つについて考えておけば、だ、ま、い、あ、あのどのぐらいリスクを取ってもいいのかっていうのをあの考えることができるし、かつそ,その、 具体的にどういう活動をすればいいかということも、えー、その自分の取れる範囲で、だけど最大のリターンを得るためには、どのぐらいの、えー、どういう活動をすればいいかっていうのも、あのこの5つの視点で、えー、考えれば、大体上限が分かってくるんじゃないかと思いますね。はい、であの、視点というのは内容とかつ共有範囲と、えー、実名性か匿名性かということと、ダイレクトメッセージですね。 えっとそれと最後はブロック、ちょ,ちょっと見えてませんけど、ブロックするかどうか、えー、そのメリットとデメリットという、この5つです、はい。で、内容に関してはもう本当に、これ一番分かりやすいと思うんですけど、何も書かなければ、あの本当に何のリスクもないですよね。個人情報も何も書かないで、自分の意見も書かなければ、もちろん、えー、リスクはないです。あと、少しずつリスクを取っていくんだったら、賛成意見だけとか、であと、かつその反論とか批判も。 していくとどんどんリスクも高くなっていきますが、でもその分得られる情報も高くなってきます。で、個人情報もどのぐらい出すかによってもだいぶ違いますね。あと共有範囲も鍵アかっていうのは鍵をかけてるアカウントで、要するに非公開アカウントですね。えー、外部から見えないようなアカウントがあります。でかつ Twitter とか Instagram だったらハッシュタグを使うかどうかっていうことで、だいぶそのどれだけの人に見られるかっていうことが変わってきます。えー、あとその、えー Facebook の場合はグループですよね、えー。グループで投稿すると、そのグループのメンバーにはあのかなり積極的に見えてくるようになります。えー、3番目の実名性と匿名性っていうのは、えー、まあ、単的に言うと、今のところは Facebook がもう実名性ですよね。で、Twitter とか Instagram は特定でやってもいいし、かつ複数のアカウントあの、えー、使っても作ってもいいわけですね。Facebook は実名で、かつ一つだけ。えー アカウントを作っていいということになっています。はい、あとですね、ダイレクトメッセージっていうのは、要するに外部からは見えないコミュニケーションになりますね。で、えっ、ー、と、それは、その、まあ、例えば、あの、プライベートなやりたりをしたい人にはもちろんいいけど、その、外部から見えないことによるあのリスクっていうのはもちろんありますね。で、かつそ、その,ダイレあの、DM を受け取らないような使い方っていうのもできるので、そうするにはどうすればいいかっていうこと。 それから、あの、5番目は、その、あれですね。えー、ブロックする,するのはどうするかということですね。はい。えー、この5つの、えー、視点について、あの、えー、話し合っていただければと思います。えー、っとですね。で、えー、っと、これをじゃ今コピペすればいいのかなちょっと待ってくださいね。はい。<laughs> で、えー、グループディスカッションでは、あの、最初のグループディスカッションでは、 僕が言ったことでよくわからない言葉があったら、えー、それについて確認してほしいと思います、まずですね。で、えー、先ほど申し上げた5つの視点それぞれについて、リスクを抑えるにはどうすればいいのか、まあ、かつリスクを抑えて、かつリターンを最大、どこまでリターンを取れるかってことですね。どうすればいいか。で、自分の学習者ならどこまでリスクが取れそうかということについても、えー、話し合っていただければと思います。はいえー、ではですね。あの あ、すみません、ち,ゃん <laughs> ちょっと待ってくださいね。はいえー、とそれでは、今ですね、あの今の5つの視点というのがいきなりあれだけではちょっと皆さんのところに、えー、手元にないと話し合いができないと思いますので、今5つの視点をコピペして、えー、チャットボックスに貼り付けますね。はい はい、今、さっきの5つの視点というのは、あ、数字がなくなっちゃった。えー、っと、すみません、数字なくなっちゃいましたけど、あの、連番にしてたので、でも、まあ、大体わかりますよね。はい。えー、っと、でもう一回、もう一回お見せし,し,しましょうか。えー、っと、ちょっと待ってね。はい。はい、えー、もう一回お見せしますが、えー、 内容と、あと共有範囲をどうするかっていうことと、えー、実名性と匿名性のメリットとデメリット、それと DM ですね。はい。それとあの、かつブロックするメリットとデメリット。この5つについて、あのまず、えー、お話ししていただければと思います。で、それをですね、今からじゃあ20分、えー、と、 エドモントン時間で6時半まで、えーと、トロント時間で言うと8時半までですね。その20分で話し合っていただければと思います。今回はもうランダムにあの分けますので、えー、今あ、16人しかいないんですね。16人か。じゃあですね、4つのグループに分けます。はい。4つのグループに分けますので、はい。皆さんランダムに散っていただけます。はい。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。 はい、えっ、ー、と、変だな、ちょっと今、えー、ブレイクアウトルームがなぜか開けないので。あ、誰もイにされてないからか。分かりました。はい。ちょっと待ってくださいね。 はい。では、ただいま部屋を開けますので、えー、ジョイン、ま、もしくは、えー、参加を押してください。はい。よろしくお願いします。20分でお願いします。 えっと、香港の松崎さんと熱海さん、あ、熱海さん行った。えっと、香港の松崎さん、移動できますかはい、いらっしゃいましたね。はい。えー、じゃあ、NP の人がいないので、今日は NP の人がいらっしゃらないので、じゃあ、人数が少ない。で、一番、一番のところから入っていきます。 それでは今からあと1分の、えー、メッセージを皆さんに送ります。はい、えっと、じゃあ、クローズオール,ルーム、これでよか。あ、じゃなくてあと1分ですでしょうか。はい、あと1分です。あ はい、あと60秒で皆さんが帰ってきます。 はいえー、っと皆様お帰りなさいませ。はい。えー、っと、お話し合いは、あの、充実したものができたでしょうか。はい。ではですね、あの、この後、えーえー、っとですね、シャッフルします。あの、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。うん。レクリエイト。こうするのか。はい。えっと、今、あの、もう一回シャッフルしたので、えー それでですね、今、あの前半の、えー、グループでどういう話があったかを、あのこの2回目の,あのシャッフルされたグループで、えー、と共有してみてください。それで、えー、と今ですね、もう本当にあのランダムにやったので、もしかしたらたまたま同じ人が集まっちゃってたりするかもしれません。その場合はこちらに戻ってきていただいて、えー、別のところに行きたいですというふうにおっしゃっていただければ、すぐに対応したいと思います。はい。 それではもうすぐに開きますので、ジョインもしくは参加を押してみてください。はい、これもです、ねえー、と50分ぐらいまでお願いします、50分まで、ねはいはい。今押しました、ジョインもしくは参加を押してみてください。 松崎さん、動きますか動いた。はい。えっ、ー、と、ここで1分ぐらい待って、戻ってくる人がいるかどうかを見てみたいと思います。1分経ったら、どこに行こうかな。ブレイクアウト1からまた行きます。 え戻ってくる人がいないので、じゃあ、えっと、移動してみたいと思います。じゃあ、また1からですね、1番。はい、はい、それでは2つ目の、えー、っと、ブレイクアウトに行ってみます。えー、っと、はい。<coughs> それでは3つ目の部屋に行きます。3つ目の部屋。OK。はい、えっ、ー、と、それでは、えっ、ー、と、最後の4番目の、えー、ブレイクアウトルームに入っていきたいと思います。 はい、それではヘッドブレイクアウトリームを閉じたいと思います。 はいお帰りなさいませ。はい、皆さんお帰りなさいませ。今、グループ1とグループ3の方が戻ってらっしゃっているところですね。はい、はい、他のグループも今戻ってくるところです。あと5秒ぐらいですね。 はい、えー、皆さんお帰りなさいませ、はいあの。有意義な話し合いができたでしょうか。じゃあ、残りまあ9分ぐらいなんですけど、えー、9分で、あのーえーと、そうですね、ちょっとあまり具体的に詳しく話をお伺いする時間がないので、ちょっとまず質疑応答からしてみたいと思います。何か質問がありましたら、えー、とこの場でお願いします。はい、今日は NP の人いらっしゃらないので、できれば皆さん声で。 していただければと思いますがいかがでしょうかはいじゃあ青木さんとよろしくお願いしますはいああの私が入ってたグループははいこうあんまりその経験がこういう SNS を使って 学習者とに学ばせるって経験はなかったんで、うんうん、なんかどうしたらいいんだろうねわからないね <laughs> っていう感じが多かったんですね。<laughs> はいはい、で私たちみたいなものが学ぶには、はい、やっぱりあのこんな使い方もこんなことを使ってみましたよっていう例を見たら勉強になるのかなって思ったんですけどそういう例と。 例えば、あのそうですね。あ、じゃあですね、えっ、ー、と、今一つチャットボックスに入れますけど、えっ、ー、とですね、あの、あ、じゃあチャットボックスもあるけど、これがいいかな。はい。えっ、ー、とですね、今じゃあ、あの、画面をシェアしますね。はい。まあ一番ですね、僕がおすすめしているのは、例えば Facebook であれば、あの、 きちんとその管理人がちゃんとですね怪しいやつをすぐに追い出したりするような、そういうあの安全管理の仕事をしているグループとしては、2つちょっとご紹介しておきたいと思います。1つがそのえ日本語っていう、本当にここは日本語学習に特化しているところですね。もう今ね、5万人とかいますよ。で、かつ、日本語の,あのちゃんとした有資格者の,あのスタッフも200人ぐらいいてですね。 あのまあみんなボランティアでやってるんですけど、まあ僕もそのうちの一人なんですが、それが一つと、えー、で、それでですね、ここの日本語っていうのは、その、あの、学習機関、まあ要するに学校の宿題の提出先っていうか、あの、提出に先にしてもいいっていことになってるんです。つまりその、作文をこのあの、フェイスブックのこのグループに出して、で共有してねっていう感じの、えー作、課題を出してもいいですよっていうふうに言ってます。で、そうするといろんな人がコメントするので、まあ、あの、 面白いですね実際に、ね、僕もそれで、おの,こあの面白い、すごく面白いあの投稿があったりすると、やっぱりコメントしたりしますしねいいねがもうすごい、本当に何百ってついたりしますから。はい、うん、でもう一つは、その海外旅行好きサークルウィズ国際交流ってやつで、これもですね、えー、あのえー、っと特に自分の住んでいる国について、日本語でここに投稿したりすると、すごくいろんな人が、あの コメントをしてくれたり、あのフォローしてくれたりします。で、2つともあのかなり安全なグループなので、お勧めしたいと思いますね。えっ、ー、と、それと例、そのほかに例としてはですね、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、とですね、あの、もう本当に最初に全然慣れてない人が、あの、あの先生自体があんまりネットの,あのリスクの取り方が分かんない場合は、もう本当にゼロリスクでやるっていうことですね。 あのゼロリスクでやる方法としては、もう直接知らない人はフォローしないと。なんでかというと、フォローすると、DM でですねいろいろちょっと警戒しなければいけないメッセージが来たりしてしまうから、直接知らない人はフォローしないで、みんな鍵赤にする鍵をかけると要するに非公開アカウントにして、つまりフォローされてない人からは見えないようにすると。で、あのそれをクラスで使うときは、全員その非公開アカウントにして、学習者同士でフォローし合う、あるいは知ってる人同士で。 フォローしううっていうこういうパターンにしておけば、えー、ほとんどそ,の、あのー、そういうリスクを心配しないで始めることができると思いますね。でもうちょっとリスクを取るようにしてくると、あのーえー、と知らない人はフォローしないままであのリストに、ツイッターの場合はリストっていうのなんですよ。でリストっていうのに登録しておくと、えー、例えばこの人は日本語話者のリスト。あのー 日本に住んでいる人のリストとか、あと剣道が好きな人のリストみたいなことをやっておくと、そのリストで読むことができるので、別にフォローしなくてもいいわけですね。で、慣れてきたら鍵箱を開けてで、知らない人にもコメントをしたりですね、えー、すると。だけど、そ,そういう時でもとにかくブロックだけはもう,もう本当に、ちょっとやばいと思ったらすぐにブロックする、えー。という感じでいいと思います。はい。そうですね、そんな感じですかね。あ、はい、ありがとうございました。はい、はい あの特に最初の、もう信頼できるところに。何かをやってきなさいっていうのは、すごく使いやすそうで。はいはいはいあ。ありがとうございます。参考になります。えー、はいはいはい。はい、えっ、ー、と、他に、まだあと一つか二つぐらいだったら質問、えー。答えられると思いますが。いかがでしょうか。すみません。村上先生。はい、山田さん、どうぞ。はい。さっきの、あの、えっと、フェイスブックの二つの、あの。はい。なんていうんですか。あれ。グループ。その。 それがあの、どっかに、えっと、なんていうんですか、見,見れるとい後のはあるんですね。では今ね、はいはい、今、チャットボックスにペーストしますね、はい。はい、お願いします。えー、チャット、チャット、はい。これで大丈夫かな。はい、今、チャ,チャットボックスに今2つ入れましたので、はいはい、それで開いていただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、このズームがを閉じる前に開いておいてください。はい あ,まあ後でね、スラックの方でも共有します。一応念のため。はい。はい。えっ、ー、と、はいし。その他に何かご質問のある方いらっしゃいましたら、どうぞ。ご質問ないですかえー、と、 なければ、じゃあ、じゃあですね、あの、えー、っと、それでは、すみません、あの、参考文献も含めて、えー、ちょっとご紹介したいと思うんですが、最後にですね、はい、えっ、ー、と、はい、えっ、ー、と、参考文献としては、えっ、ー、と、まあ、すみません、なんか自分の本の宣伝になっちゃうんですけど、まあ、この、えー、冒険家メソッドの本にはかなりあの、そういうリスクをどういうふうに 抑えててリターンを取っいいくかううようなことも書いていてます、ね、特にです、ね、この本の第4章があの先生方向けにそれを授業でどういうふうに使うかということを書いていますのであのこういうことにご関心のある方はぜひ読んでいただければと思います。それからその、えー、と僕のブログの方にもです、ねえー、やっぱりリスクっていうのは最初はもう全然あの取らないところから少しずつあのステップアップしてだんだんリスクを取れるように、まあ、自分のリテラシーを 高めていくことによって、だんだんリスクも取っていくっていうのがいいと思うんですね。えー、なので、それを7つの段階に分けて、具体的な、えー、使い方をご紹介しています。えー、っとあじゃあ、これもあの今、えーっと、コピーリンクアドレスにして、はい、今ですねあの、チャットボックスの方にあの、えー、ペーストしておきました。あと、ブロックした方がいいですよってことと、ブロック、あの100万人ブロックしたけど、結局別に。 あのちゃんとした人はブロックされないので大丈夫ですよというようなこともあの、えー、あの僕のブログの方に書いてありますのでご関心のある方は読んでいただければと思います。はいえーまあ、あの僕の個人的なあの感想から言うともう本当に100万人ブロックしても全然あの自分の学びにとっては障害にはならないのでもうブロックはどんどんやっちゃった方がいいというのが僕の,あの個人的な意見ですね。 はい、えーと、それではもう59分ですけど、何かご意見ありませんか、ご意見ご、ご質問などは。はい、木村さんどうぞ、はい、あの今、ブロック100万人っていうのあったんですけど、はは <laughs> はいはい、はいであのやっぱりちょっとこう、あの誹謗中傷的な、そういうメッセージがばーっと入ってくるってことですかあいえいえ、これはです、ね、あのもう自動ツールがあるんですよ。その えっと、ブロックツギっザーのそのって、あののまあ、僕の場合は71人それをブロックツギザーでフォローしてるんですけど、その71人あ、もうちょっといたかな、そのぐらいの人の誰かがブロックしたら、自動的に僕もその人をブロックするようになるんですね。うんえー、なので、えーまあ、そういう自動的なあのツールがたくさんあるので、要するに71人でツイッターを監視していて、それでそのうちの1人がこいつはやばいと思ったら、 あの僕もあのそれをブロックするようになるっていう感じなんですね。やばいのとこなんですけど、はいえー、やばいっていうのはやっぱり、なんか全然関係ない話をするとか、もうあとは、うん、いわゆるヘイターっていうやつですよね、うん、その、やっぱりっまあ,あの、あのね、い,いますヘ、ヘイターっていうのはやっぱりいるんですよ、それでその、えーと、もう差別的なことを書いてる人とか、うんえー、そういう人はもうあの本当に、そのワンクリックでどんどん。 ブロックしていくんですよね。そうすると、僕のリストをフォローしている人も同時にそのヘイターをあのブロックしていくことになるわけで,す、はい、でもそういうツールをどんどん使って、はい、変化排除していくってことですね、そうですね。はい、はいい。かつ、そういうツールの使い方を教えるっていうのも、もちろんあの、はい、いいと思います。はい えっとそれでは今七時をちょっと過ぎたところですので、えー、じゃあ本日ここまでにさせていただきたいと思います。はい。えっ、ー、とそれではですねあの、えー、また最後にえっ、ー、とお願いなんですけどああのあえっ、ー、と次回ですね次回は二月二十一日にえっ、ー、とたあのテーマはですね日本語教師の学びにこのソー,ソーシャルメディアを利用しようという、えー、ことをあので話し合いたいと思います。でかつですねあこちらにまたあのえっ、ー、と 今、事後アンケートを、あ、ちょっと待ってください。チャット。はいはい、今、事後アンケートの,あの、えー、URL をチャットボックスにペーストしましたので、そちらに、あのえー、っと、アンケートに答えていただければと思います。それからもう一つは、えー、っと、ツイッターやってらっしゃる方、何人かいらっしゃるので、えー、ぜひですね、今、ちょっとまたこれも新たに、えー チャットボックスにペーストしましたけど、こちらで、えー、ツイッターにご感想を一言書いていただければと思います。はい。JFT、あ、すみません。JFT 日本語教育とソーシャルメディアというハッシュタグですね。はい。えー、で、本当でしたら最後にあの皆さんの,あの感想とかあの、あるいはその、なんて言うんでしたっけ、えっ、ー、と、チェックアウトって言ってあの、ちょっと一言いただきたいところなんですが、もうすみません、時間過ぎておりますので、あの、 えとツイッターをお持ちでない方は、えー、フェイスブックの方にですね、あ、それはスラックに皆さんあのご招待しているので、えー、とスラックの,あのジェネラルかランダムあの、どちらでもいいので、ジェネラルかランダムの方に一言コメントをいただければと思います。はいはい、それでは本日はここまでとさせていただきたいと思います。本当に今日はですねあの 特に寒い中あの、カナダはとっても寒いんですけど、寒い中、ご参加くださいまして。ありがとうございました。またよろしく、来月お会いできればと思います。失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。失礼しますありがとうごはい、失礼します。 はい、じゃあこれで録音、録画も止めます。はい、ストップ。OK。